呂布と朝鮮がナタってやつにやられてたんだ。呂布も朝鮮も何にもしてねえのに、あんなのひでだよ。では私に力を貸してもらおう。ナタの暴走を止める手立てがある。本当だか。おめえ頭いいだな。そうだ、俺にオイラの毒性肉まんをやるだよ。これはなんと芳醇な。道館の戦いで呂布は敗走、朝鮮は戦場に散った。陣中最強の武を瞬く間に退けたのはナタである。巨著はその一部始終を目の当たりにしていた。そして憤ってもいた。ナタの呂布と朝鮮への攻撃がひどく理不尽だったからである。なんとか助けられないか。巨著から相談を受けたしばしは即座に救援策を考え出した。今は一人でも多くの仲間が欲しいところである。ナタの暴走を止め、助けられる命を救うために、巨著としばしは時を渡った。ナタの暴走を止めるには新たな経路を作るのが早い。すなわち船団を呼び寄せ船の道を作るのだ。だどもそんなことしたら敵が攻撃してくるぞ。船は沈まねえだか。だからこそ武名高き猛将に協力を仰いだのだ。それっておいらのことか。出るな。船を呼ぶだけの簡単な戦だが、未来を変える大きな一手だ。気を引き締めてかかるとしよう。頑張るぞよ。兄上が船団を率いてくる。俺たちはそれまで敵を抑えておくぞ。敵の勢いが激しい。砦を足場になんとか前線を押し返せ。天の助け、助けなち頼みましょう。骨ごと噛み砕いてくれ。新状況だね。骨ごと噛み砕いてくれ。してくださると信じておりました。努力感謝します。天命、味方船団が同艦に接近中とのこと。敵は兵器で船を攻撃するつもりだ。放っておくと面倒だ。
来ても大丈夫だ。待たせたな。堅固な堰を無手で攻めるは愚策。勝者を用いるぞ。まずは砦を確保せよ。そこで勝者を建造する。さすがアニーは隙がないですね。噛み砕いてくれよ。受け取ってくれよな。これぐらいにしといて。
勝者で北門を攻撃する。護衛を怠るな。砕いてくれよ。やあな。これぐらいにしといてやる。液晶撃ち取ったぜ。ここで口当てろ。勝利、本気を出した。受け取ってくれよな。ここに残しておく。これで未来に新たな道を作れよう。よし、お疲れさん。妖魔は退け、船の安全は確保した。これならば未来においても船の道は残されよう。過去は変わり、新たな未来が生まれた。あとはショーがうまくやるだろう。やったとよ。